アイパルさん、パンリビュー11、ありがとうございます。こんにちは。どうも。こんにちは。初見です。違うんじゃん。違うの。こんにちは。コンタム、コンタム、どうも。こんにちは。どうも、どうも。よかった、まず94人、夏目さん、こんにちは。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。ありがとうございます。頭、あのちゃん、初見です？違うでしょ？やだ。コラちゃんさん、リンゴさん、ソロモンさん、ミロボラ、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。落ちたもん。96人、モスコルさんとケンチンさん、2人とも今月もありがとう。ありがとうございます。こんにちは。どうもどうも。こんにちは。似合わせてた、モルさんか。こんにちは、ハロー。今週も明日はどう、今週も明日は土曜ってどうよ。ブライディがやってきました。なんだそりゃ。土曜ってどうよ。こんにちは。ファンタムモン。ユッキーさん、ファンデビュー11。ありがとうございます。ありがとう。ファンタム、こんにちは。今日買ったまず97人、JB さん、今月もありがとうございます。ありがとう。ファンタム。こんにちは。どうも。ファンタム。こんにちはと。ちはと。なんだろう。こんにちは、どうも。ファンタム。今日買ったもんで98人、サバババ、サバババさん。今月もありがとうございます。ありがとう。何でだっけね。ファンタム。
リンボスターに。リンボスターありがとう。わかったもん、くんたもん。リンボさんがずっと泣いてるわ。どうしたんだよ。遅れましたが、よかったら復帰しました。ありがとう。100人以内は今月おぼりそうだ。諦めましたわ。100人以内あと2人いや、ギリギリかもしんないじゃん。なんかわかんない、わかんないじゃんこんにちは。ありがとう、かわいいしょ。ふうさんの寿司食いたいって言ったらお寿司あげるわけないだろうこんにちは。どんちゃんいてる、こんにちは。食べてんの？これもし。いいな。寿司。かんたむん、こんにちは。私もお寿司食べたい。こんにちは。お寿司。はい、回転寿司来た。好きなだけ食べた。銀の真相がいいんですよあんな大したことないわ。今日巻物が安い。あ、そんなのあるの。うん、ありがとうね。こんにちは、ファンタム。うんうん、うん、ファンタム、こんにちは。1月
どうしたの？何？1月？え？ 2 月？何言ってんの？って。どうぞ。どうぞ。また3月じゃない。どうぞ。どうぞ。よかった、どうぞ。99人。星野さん。3月もありがとうございます。うん、うん、打ち間違えました。そんなことあるか打ち間違えたの。いやね、マジかって。わざと打ちました。いいの乗っかんなくて。2月伝うの？クータムズ、国まで。そう、あと一人を。嬉しいね。4日でしょ？ 4 日で。100人ぐらい？あ、何？嬉しい。今ご飯食べてたじゃん、ブブさん。なんか違ったの？遊べって言ってね。山田さんに分かってほしい。学校に来た日は配信を隠れて。聞く大変そう。隠れて聞いてんの？マジ奪れない。あ、ゾウの方ありがとう。お兄ちゃん、キョカタムズの美しさは1月。間違えた。キョカタムキョカタムの美しさは1月って。なんでなんでそれ。あたぶーと猫ってご飯を食べたのにまたすぐ泣いてる。え、ゾウそうなのよ。もうご飯食べたのに泣いてる。あと湯に行くんだけど、今からカレー食べてもいいかな。こいつカレー食べてきたなって分かるんだよ。大丈夫、いける、いける、いける。遊んでるって。私が遊んであげてんだ。いつは会えない場所知ってるか問題だし、まあ大丈夫か。あんたウーだ。俺お前だろって言ってんの、ブブさんが。聞いたこと話してる。最近ね、めっちゃ泣くようになったの。あの、今までそこまでだったよ。ちょっとんとした。こんにちは。ブサがタオに遊ばれてあげる。あ、なんて。私がブサと遊んであげてる。こんにちは。あんたもこんにちは。ブブさんもこんにちはやって。やんまりないです。うん、ごちそうさん、たくさんレモさんありがとう。見てね。あ、100個溜まったから、ありがとう。わー、いっぱい、ありがとうございます。こんにちは、こんにちはでございます。ございますね。こんにちは。わかったむーん。よかったむー、100人。アイさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あ、ゾウの方に。お？あ、あったもん。あ、100人。じゃあ、200人以内目指そう。どうそれ。こんにちは。ハイトムトさん、たくさんありがとうね。レインボースタータワー。ありがとうございます。ありがとう。
とさ、レインボーストアとありがとうございます。ありがとう。はい、いいや、レインボーストア多く獲得できる。ありがとうね、これってありがとうございます。マキタムーンでも絶対マダさんに褒めてもらえて一日楽しく感じられる。あー、勝ったよ頑張ってね。163日おめでとう。163センチに憧れることある。そう、このまま聞かれたら、もう同じような話したのよ。二度目の課題だった。勝った。2000人以内目指す。2000人以内は絶対に入れる。絶対に入れる。2000人行ったことないからね。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様。E さんファンレベル11。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。今月こそ許可たまず600人。600人目ゲットしてある。だから許可たまずなってんのよ。ファイナルの600人目はもう。まあ、イクさん、たくさんレインボーストアありがとうね。ありがとうございます。よかったです。101人。アリさん、こんにちは、ありがとう。ありがとうございます。200日くらいまで身長ネタ引っ張れそう。無理だろ。200日2メートルになってる。俺もちょうど100個レインボースターになった？ありがとう。もうイクさんも、レインボースタータワー。ありがとうございます。ありがとう。もう難しい。ありがとうね。ありがとう。たくさんありがとうございます。こんにちは、くんとも。94歳でさんもレインボースターありがとう。ありがとうございます。おつたもも。また夜配信で、またね。こんにちは、わかたも。こんにちは、かおう。一瞬中なり。ありがとうね、来てくれて。SDI さん、100回目の訪問。ありがとうございます。ありがとう。今日は暑くなるから、こうなんか水分補給をこまめにしたり、毎体調こういう人が多いから気をつけて過ごしてやるよ。ありがとう。気をつける。なんでお昼配信が後水になる人、確かに多いんだけど。ありがとうございます。こんにちは。キャラキュラを届けありがとう。でもね、マナさんも喜んでる。喜んでるわ。ありがとうございます。おはたむーんの。こんにちは。皆さん気づけば静かになった。めちゃめちゃ泣いてたけど。こんにちは。二度目の方。可愛いよね、この辺作りです。医者さんがね、全部手作りなの。手作りして作ってくれたの、力めっちゃ可愛いし。50カウント完了。50カウントあれなのよ、ポイント入んないの確か。え、入ったっけ。入んないよね。こんにちは、保険です。違う。あ、ゾームの方。そう、可愛いですありがとう。こんにちは。あんたも、あんたも。よかったもず、102人。ハマーさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ね、たくさん。今日かったもず、なってくれて、ありがとうございます。
とはポイントにならないけど、コメント欄にお役にならない。知ってるよ、表示されないの。もうあの待って、あの前はあったけどね。難しいな、イベントの時にカウント枠みたいな。わっつたうわっつたう。私のセットは何もしないの。私のセットが今んとこ予定ないから。100億円ありがとう。ありがとうございます。やったイベント大きいから予定できない。予定できないと思う。今のところそれだけない。こんにちは、たまん。めっちゃお腹すいた。ありがとう、たくさん。みんな、ちょっと待って、頭の中に。いや、食べ物持ってきなきゃ。なんかすいた、待って。待って、ちょっとブブーさんが玄関の方行ったから、それ帰ってくるわ。ちょっと待って。デザート持ってきてさ、持ってきたと思ったらさ、紙スプーン忘れてさ、取りに戻って行ったり来たりしてた部屋。玄関くらい貸してあげなさい。じゃあ降りちゃうのよ、玄関、床、あの地面、床地面に。それが嫌なの、降りないでほしい。ダメな方、ハザムの方、ダメじゃん。今日方もず104人デフネンさんとアトニーさん、2人ともこんにちはありがとう。ありがとうございます。アベ
ペスさんファンレベル16ありがとう。はい、一回出せって言ってんだから。あ、ゾウの方ありがとう、こんにちは。人工芝？違うね、なんかさ、靴でふむむちゃんどっちでしょう、人工芝引いても。いや汚くなるのはいいのに、マジでさ、いや入ってほしくないから。どうした、どうした。美食デザート持ってきた、豆乳のパンナコッタとかぼちゃプリンタル。ブーもデザート走って、ふぐさん、ミスミスミス、あーで、パンナコッタだよ。うん、パンナコッタ、いちごソース、こんにちは。なに、お腹が空いたんじゃないと思うんだよね。ふぐ食べてたしてありがとう。えっとね、おいしい。いつも自分ばっかりでちょっと食べてする。僕にも重力個性って言ってんの。うるさはない。そんな。教えてくれませんその玄関降りないのにめっちゃ注意して、玄関の前に扉がある。え、この扉開けたら玄関出れないから。そうそう、この扉開けた玄関出れないです。ふうさん聞いて二人の今後について話し合いたいと。ふうさんいつからそういうキャラになったの。玄関に落とし穴やばすぎる。私も玄関降りれなくなる。こんにちは、おはたぶん学習しろ。あ、ぶちゃんとした。注意してくれないよね、ブブさんね。どういったの、椅子の足で寝てんの。引くからな、そんなとこいたら。引いてやるから。引くつもりなくってもさ、ブブがいること忘れて椅子を動かして引いちゃうことあるから。じゃあイケメンの天才ね。イケメンで天才だと思います。かぼちゃプリンタルってもうパンナコッタと言われた。めっちゃ美味しい、かぼちゃのプリンはちょっとよくわかんないけど、かぼちゃのタル。美味しい。こんにちは、タムに惹かれたよ。引かれるな。大喜利的な答え。大喜利始めなくていいのに。今田さんから見たら上ちゃんは可愛い気分になって。そうだよ、可愛い。上ちゃんがかっこいい感じの顔してる。ブブよりかわいい。ブブは可愛い感じ、逆になった。でもゴロちゃんがシュッとしてる。あっ、かっこいい。おいしい。こんにちは、どうぞ。2段目の答え、どうぞ。ゴロちゃんが自分、ゴロちゃん自分の大決めなのに理解しても、
もう惹かれてるのあ、そっちのそっちのよかったもん、105人、さとしさん、本日もありがとうございます。ありがとね、こんにちは。イケメンそう、コロちゃんかっこいいから、ね、キリッとしてる。最近さ、ブブを見すぎてさ、野良猫とかさ見るたびにさ、足長って思う。野良猫で足短い猫いないじゃん、観測猫いないじゃん。野良猫見るたびに、昨日も野良猫見て、足長って思う。前まで思わなかったのにな。足長って思うよね、絶対言うな。コロちゃん、コロちゃんで、混ざっちゃう。ブブはそれが可愛いの、足短いの、短足なのがちゃう。いや、ブブはそれがいいの。ブブのいいところですか。こんにちは。何と言うの。ブブさん怒ってる。うん、うん、よかったもん、106人。ジョノさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ジョノさん泣いてる。こんにちは、どうも。こんにちは。足長まで何分かってないから大丈夫。そう、大丈夫。言ったわけよ。はい、こっち見てる。なんか言ってるか分かんない。確かに背長いブブはちょっと違う。ブブさんはこれだからいいの。じゃあ短いのがいいです。川はい、なんてこんにちは、おつたむ。てかわからない、なんだか悪口が出てきた。言ってない言ってない、悪口言ってない。ブブさん可愛いって言った。やめてよ、ブブさんの悪口言ったみたいなさ、言ってないですから。そんな勝手なこと言わないで。こんにちは。今日出したら多分火曜日かな。ああ、どうした？早くて火曜日に入る。土日はないから。アンケート。火曜日に審査が通って火曜日に入る。2個作ったから。もう1個は月曜とか言ってそっから。出したら早くですよ。一日に何個も出る。ブブ何アバター、一応ブブのアバター作って、ブブのすくわね。あのブブ可愛く描くの難しいよ。私に絵心がなくて。頭の方ありがとう、こんにちは。火曜アバター。とりあえず出しようかな、後で最初に出せば。早くて火曜。
的には野良の足長までは我慢できても俺のこと足短っていうのはひどい。普通猫はこの長さ。そんなわけないだろ。ブーは短足だぞ。ブーは短足猫なんだから。普通猫この長さだったらやばいって。よかったら107人。ナワタンさん、おじさんありがとう。ありがとうございます。皆さんの悪口言ってないよ。皆さん短足だよ。マンチカンの短足。頭の、ありがとう。どうも。こんにちは。じゃあまた一応作ったけど、かわいくなんだけど作ってみて。足が短い猫なの。いや、かわしわかるじゃない。足までかけない。私にはそんな火力がない。まあどう描いたってかわいい。いや、多分かわいい。飼い主に似る。どういうこと。ありがとう。短足は中…え、そうだよ。そうですよ。猫の短足は可愛いだろ。可愛いだろ。可愛いんだから。ファンタムーン、こんにちは。世界一、何何何何ですか。でもなかった、ありがとう。短い足だけ描いたアバター。え、どんなアバターよ。怖いって逆に。改めて3ファンレベル21、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。今は持ってないんですけど、多分は短足だぞってブーさんが言ってた。私短足なの。そんなことない。やめてよブーブーさん。その悪口言ってるな。ブーさん言ってるな。やめてよね。ほんとこんにちは。こんたむー、どうも。ちゃんの可愛さが出てるわい。難しかった。多いところ目が描くのもね。一応描いたから後で提出しとく。どっち先にしようかな。ブブの方先に。二度目の方ありがとう。食いしん坊のところ似てる。え、わわ、私も食べるの好きだけど。飼い主に寝ることが好き。猫って基本そうでしょ。あんま寝ない猫なんていないだろ。猫は基本寝るでしょ。いっぱい寝てんじゃん。つまりタモリさんは大切。私も大切。そんなことない。そこは寝ないで。こんにちは。どうも。どうしたん。あ、ツムの方へと。こんにちは。あ、ツタムーン。ウムさんもクマ好き。ウムさんもクマ好きだったの。寝る子が猫になる。なんだそれ。なんで寝る子は猫になっちゃうの。おかしいでしょ。あ、どうもの方ありがとう。こんにちは。どうも。どうもどうも、こんにちは。二度目の方もありがとう。こんにちは。名前とか結構縮まってきたじゃん。ありがとうございます。たくさんくんとそのたくさんありがとう。ありがとう。こんにちは。あとはね、語りと。やっぱりタモさんもチュールで言うことを聞く。私はチュール食べない。猫じゃない。猫だと思ってるのか。こんにちは。あとはね、語りと。どうも。声から出てきたと思ったら、なんか、走り出した。どうしよう。つまり両方とも可愛いの間違いないって。あ、両方とも可愛いの間違いない。逆にフルさんに飼い主が、フルさんに飼い主が似たらよ。そっち、私がブーに似るってこと。やばい。カンタムーン、お3回目です。よろしく。何が来るの。3回目どころじゃないだろ。ピンヨコちゃんマンさん、レインボースターありがとう。ヨコちゃん聞いてもらいたい。自分が好きな商品。あの鐘を鳴らす。あの鐘を鳴らすの。見てた。聞いてた。チュルとクモと寝ることが好き。ウブさん。クモ好きだったの、ウブさん。知らなかったな。ちょっとおはよう、おはよう。こんにちは。どうも、ね、他にどうも。
給食デザート食べたら次の給食デザートを回答する。次食べるときにすぐ食べれるように。できた給食です。あと今日は昨日やっと鍋頼んだ。鍋やっと頼んだよ。やっと頼んでなかった。これでもつ鍋が作れました。やっと頼んだ。希望する気分かな。え、そんなことあんの。芸能界親子の和田アキ子さん。好きなの。こんにちは。おはたむー、おつたむー、おんたむー。2度目の方ありがとう。こんにちは。よもり駅。言うてた、なんか言ってたの。あれ化粧は平成の曲、平成の曲だったらギリわかるけど、昭和の曲来るわかんないや。持ち玉が持ち玉なんでよ。よもりブーム、ガムテープが入る。よしよし、くっついてた、なんかテープが閉じる、それ剥がしてた。2度目の方と丸駅まで行って切符買えたけど、お昼休み短くなった。え、買えないこととかあるの。確かにあんまり、まあに、こんにちは。よかったもん、108人。よしかなさん、本日もありがとうございます。ありがとう。ね、こんにちは。2度目の方、ありがとう。本日のポイントそのみんなたくさんありがとう。名前、名前の方ありがとうございます。最近結構最寄り駅はよもり駅、はい、あ、言ってた人が、あ、そういうことか。簡単は2度目の方、後にも倒ってない。もうゴンはどっから来たの。ゴン、何ですか。あ、エイトメンバーがやった知らなかった。夏物の方ありがとう。こんにちは。どうもふぐさん。匂いとしてる。こんにちは。
なんかネットスで買わなきゃいけないただルーミック気持ち悪い行きまーす。ルーミックあのミートパスタのさソースの材料買っててあのパスタをもともと買ってていいのだから筋肉と玉ねぎとマッシュルームでよし買えたって感じで昨日は麻婆豆腐作ってた今度作ろうと明日から作ってろって思ってたらルーミック買いません。一番大事一番大事よミートソースの。まさそのリング界おったいた全然覚えてないわマリとかあクレナちゃんかえ覚えてないいさの私こんにちはさすが猫なに私が猫だチーズ焼きミートソースのルーを忘れた大事ですか売ってるかなより配信楽しみ。なんか来週さプリンのイベント出ようと思って。プリンのなんかアンバサダーだ。なんかそういう感じのやつ。アンバサダー。出ようと思って。だから来週プリン作ろうかな。でもなんか配信時間が2時間で3回までの時間制限があるイベントだから。だからプリンそんな作る配信はできないからプリンって作るの時間かかるよ。俺絶対にだから出来上がったプリンしか無理かもだけどできるかなできるかな配信外で作ってたらすぐ自家製限かあでもプリン作ろうと思ってる田舎のおじさんさん200回目の方もありがとうたくさんありがとうありがとうねこんにちはその感じがいいこの感じがいいうんこんにちはおはたまんこお料理がついにスンドスンドーブイあのデータイドーブイねこんなわけないだろプリンの片方のこの前100均で買ったのよこれだいぶ前だよ買ったの半年以上前去年かな忘れちゃった買ってそのプリンの方一回も使ってないから、ちょっとネットでも買いたいなプリン。プリンの方買ったんだけどちょっと浅いから、深いやつ。ダメの方と、いろいろ考えてて偉い。はいどうだ終わってない。あ待って。でもね、料理配信するほどの時間があるかわかんないんだよね。来週さ、時間制限があるから。なんかもう普通に配信2時間だからさ、時間外で配信してる、何配信外で作っての方がいい気がするんだよね。まあないんだよね、時間。プリンのサップサンバンクキー無理だろ。制限あるから。コメントありがとう。こんにちは。あ、どうもなかった。でも作ろうと思ってるでしょ。作って食べるだけになっちゃうかも。うん。こんにちは。差し替え終わり。絶対いいよ。だから料理配信できるかもないけど作ろうとは思ってる。予算があるので金に物を言わせて高級プリン買ってレビューしましょう。なんでお高級プリン分かんない分かんないよブーちゃんがいただきますあげませんブーブーにこんにちはどうもたまたまあったまあのプリンプリン作る料理配信ができるか涼しくなってきたし、そろそろなんか料理配信しようかなと思ってる。そろそろ。こんにちは。プリンください。プリンください。ちょっと開けれないな。
アメタムマシテン。あ、ダメだ。え、今雨降ってんの？そういうこと？クッキングタム、クッキングタム。まだしようかな。来週ちょっとできるかわかんない。できない気がする。時間制限がちょっと難しいよね。プリン作るのって結構時間かかるでしょ？できない気がする。でもとりあえず作るつもり。プリン配信できる。あ、どっかで使う。できたらいいなと思ってる。プリン配信。お兄ちゃん、暑いとしたくないの。え、でしょ？キッチンめっちゃ暑いから。キッチンまで冷房が届けばいいんだけど、ないから、キッチンに冷房。プリン食べ比べ？たくさん買ってきて。コンビニとかスーパーで。で、ほいそうだけど、プリン飽きちゃいそう。プリンめっちゃ好きなのよ。お疲れ様です。お疲れ様。発音の方ありがとう。どんなコースですか？え、コスプレして料理配信？やだよ、飛んじゃうじゃん、料理なんか油ってたじゃん。何？ないだ、ありがとうございます。ランカップありがとう。プリンは飲むよ。でもなんかそんなんなかったっけ。そんな岡本屋の地獄蒸しプリンもうどれくらい？結構遠くない？そうね、あれめっちゃ美味しいんだよね、ほんとに。みんな食べてほしい。カラメル苦めの人が、苦めが好きな人は絶対に好きだと思う。カラメル苦めなの、その地獄です。美味しいんだよ。こんにちは。時間を言い訳にする大人嫌い。仕方ないなら時間制限あるんだから。カレーは飲み物。どんなこと言うんだ。挑めなかったね。ここで演じる。いやいや、エンジンが来てやんないよ。やだよ、料理配信で飛んだらショックだもん、そういうの。大変だし、死ぬ。あ、そうなの？大体料理配信はちょっと、あ、これだ。動いちゃうかも。どうしよう、ランキング見かな？ 13 位。13位からランキング見ますね。13位、キッシーさん。ありがとうございます。12位、ライチさん。ありがとうございます。11位、ゴン太郎さん。ありがとうございます。10位、ヤカミーさん。ありがとうございます。9位トルちゃんさん、ありがとうございます。1位ティフネンさん、ありがとうございます。7位ヤスさん、ありがとうございます。6位アベイさん、ありがとうございます。5位フロマンさん、ありがとうございます。4位94ソルさん、ありがとうございます。3位 T さん、ありがとうございます。2位カジェットミトさん、ありがとうございます。そして1位がマーイッカさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。今日もいらっしゃい、ありがとうございました。ダメな方に、あー、ヒラマジョンお届けします。ありがとう、ありがとう。プリン食べ比べする来週は？あり、あり。カラメルを絡める、いいね。大丈夫、ありがとうございました。夜も行けたら行く。待ってます。夜会社も、まあ、時間何しろ、いつも通り本音を持った7、5、5でお知らせします。よかったら109人チロニャンクさん、本日もありがとうございます。はい、おやすみ。寝ないよ、時間も寝たらなきゃなんのかなと。もう寝たらじゃ、またにありがとうございました。お昼会社みんな今日見てくれ、あとちょっとレベル上がる。やらんやじゃあ、お仕事ある方はどうぞ待ってください。ありがとうございました、見に来て。また夜配信でまたね、ありがとうございました。またね。あ、初物の方ありがとう。こんにちは、また夜またね、バイバイ。